こんにちは、メルルーサ丸岡です。はい、ビジョンプロが発売されてからですね、約1週間ぐらい経ちましたけど、海外の方はもちろんですけど、日本人でね、購入できた方のレビューなんかもいろいろと上がっていますが、皆さん見ましたか？めっちゃ欲しいですよね。私はですね、もちろん購入しようとは思っているんですけれども、日本バージョンが出てくるまで待とうかなと思っております。で、そんな待望のビジョンプロなんですけれども、いろんな方のレビューを見ていく中で、一つ私の中で思ったことがあって、今日はそれをお話ししていきたいんですけれども、それがですね、ビジョンプロってiPad の進化の形なんじゃないかというお話ですね。 Apple 自身は Vision Pro のことをね、新しい空間コンピューティングだと言っていますし、世の中的にはね、パソコンとかディスプレイの進化だとかスマートフォンの進化だというふうに言われていますけれども、私は今のところ直近では iPad の進化系が Vision Pro に当たるんじゃないかなと思ったんですね。というわけで、今日はなんで私が Vision Pro のことを iPad の進化した形だと思ったのかっていうところを雑談していければなと思っております。何か新しい情報がね、出てくるわけでもなく、私の雑談に付き合ってくださいという内容なんですけれども、よければ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。はい、というわけで、世の中に出ているビジョンプロのレビューをいろいろと見合わさった結果、私はビジョンプロ、ビジョン OS は iPad、iPadOS の進化なんじゃないかと思ったわけですけれども、なんでそう思ったのかという結論をですね、一言で言うとすれば、ビジョン OS の概念がここ2年ぐらいのね、iPadOS みたいだなと思ったんですよ。同じね、Apple が出している OS なので、他のデバイスの OS とね、似てくるのはまあまあもちろんかなとは思うんですけれども、それに加えて思ったことがあって、まずですね、Apple ビジョンプロって一見すると、こういった、これメタクエスト3ですけれども、従来型の VR ゴーグルに似ている形をしているので、そんな感じのアイテムなのかなと思う方も多いと思いますし、実際問題、頭にかぶって映像を見てっていう意味では近いことをしているデバイスだと思うんですよね。でも今までの VR ゴーグルと Apple の Vision Pro には大きく違う部分があって、それが VR 仮想現実と MR 複合現実の割合の違いだと思うんですよね。まだね、発売されてすぐのレビューが上がっている段階なので、Vision Pro側のコンテンツが充実していないっていう段階ではあるんですけれども、あくまでも今の段階ではメタクエストがやろうとしていることっていうのが、これをかぶって別の世界に行こうっていう、現実ではない空間を体感しようっていうところだと思うんですよね。それがいわゆるメタバースと呼ばれるやつだと思うんですけど、あくまでも VR がメインで MR も少しできますよっていうのがメタクエストだと思うんですね。対して Vision Pro っていうのは MR 複合現実で使うっていう方法が主な使い方で、でもエンタメ的に仮想現実を使うこともできるよっていう、そういう立ち位置だと思うんですよ。これが今までの VR ゴーグルと呼ばれるものと Apple Vision Pro の大きな差かなと思うんですが、はい、これに関してはね、発表会で Apple がそういうプロモーションの仕方をしていたし、私自身も感じていたことではあったんですけど、実際に購入されて使っている方の動画なんかを見て、思った以上に MR に振っているんだなっていうのが私の印象ですね。で、しかも皆さん画面録画とかをね、動画で上げているんですけど、それを見ると、メタクエストとかを使ったことがある方はね、明らかに違うなっていうのがわかると思うんですけど、 MR ってね、現実空間に仮想のオブジェクトとかを表示させるみたいな感じなんですけど、その仮想の部分とゴーグルのカメラで映している現実の部分の差っていうのがすごく馴染んでいるっていうか、差を感じづらいような作りになっているなと思ったんですよね。多分仮想上のディスプレイの色味に合わせて現実世界の色をちょっと変えていると思うんですよね。カメラで撮ったままの映像を映すんじゃなくて、ちょっとだけ実際の世界よりも暗転気味っていうか、うまくマッチするように作られているような印象がありました。私はね、体感したこともないので実際に使ってみないとわからないところではあるんですけど、メタクエストよりもね、かなり高解像度になっていることもあって、仮想のディスプレイと現実との境目っていうのが分かりづらくできているのかなと思いますね。あとはデモ映像でね、恐竜がやってくるみたいなやつもね、皆さん体感していらっしゃいましたけど、あれもあくまで別の空間、恐竜がいる空間に行くわけではなくて、空間に浮かび上がっている画面の中で立体的に恐竜がやってくるのが見えるっていう、そういう表現の仕方をしていましたよね。そういうところからも、やっぱり仮想現実というよりかは複合現実にかなり力を入れているなと。仮にメタクエストが8割 VR で2割 MR だとしたら、 Apple Vision Pro は9割型 MR に振っているような印象を受けましたね。で、ここまでが皆さんのレビュー動画を見ていて私が感じたところなんですけど、ここから今回の動画の本題でございます。はい、そんな MR 空間に Vision OS のアプリだったりだとか、あるいはね、iPadOS、iOS のアプリも対応しているものは使うことができて、それをね、空間にいろいろと配置して使っていくわけですけれども、そんな Vision OS に対して私はどっかで見たことあるなと思ったんですよね。はい、それが iPad のステージマネージャーなんですね。ステージマネージャーは iPadOS 16 から搭載された iPad の機能でですね、
ね、はい、ちょっと見づらいかもしれないですが、こんな感じで iPad の画面の中あるいは外部ディスプレイ出力にも対応しているんですけれども、 iPad ってね普通はこんな感じでシングルタスクだったりだとかスプリットビューでね半々にしたりだとか、シングルタスクあるいはダブルタスクに特化したようなデバイスなんですけど、 iPadOS 16からはステージマネージャーの機能でこんな感じでねPC みたいにウィンドウを無数に、無数でもないんですけど何種類か表示できるようになったんですよね。こういう使い方って Mac とか Windows とかね、いわゆる PC ではもともとやられていた使い方で、そう思うとそこまで珍しいものでもないんですけど、 iPad アプリっていう直感的に使いやすくて、さらにはタッチ操作にも対応しているような、そんなアプリたちがウィンドウ表示に対応したっていうのは結構面白くて、 PC とはまた違う便利な体験があるなと私は思っているんですけど、 VisionOS ってこのステージマネージャー状態のiPad をですね、このウィンドウ化されたアプリたちが iPad の板の中ではなくて自分のいる空間に現れるっていう、そういう姿なんじゃないかなと思ったんですね。で、私はですね最近このメタクエストの中にイマーズトっていうアプリを入れて MacBook と接続してこれを PC のディスプレイ代わりに使うみたいな、そういう使い方をしていて、 Vision Pro に関してもこれが豪華になる形なのかなと勝手に思っていたんですよ。でもそれとはねちょっと違うのかなと思い直しました。 Vision Pro の機能として MacBookと接続して外部ディスプレイ的に使うみたいなね、そういう標準機能ももちろんあるんですけど、あれはあくまで1機能だなと、まあ、どうしても Vision Pro の M2 チップでは処理しきれない Vision Pro と iPadOS、iOS のアプリでは対応できないところっていうのを一時的に Mac にお願いするような、まあ、負荷を分配するような目的の1機能なのかなという印象に変わりました。だからこそ基本的な作業では Mac を頼るまでもないぐらいの M2 チップっていうね MacBook の中でもかなり動くチップを内部に搭載していたり、ビジョンプロ本体で完結させてやろう感がすごい仕様になってるんじゃないかなと思いますね。で、そんな感じで見た目がねステージマネージャーと似てるっていうところももちろんあるんですけど、それと同じぐらい iPad の置き換えなんじゃないかって思った理由があってですね、それがね単純に最近 iPad 出てないじゃないですか。2022年の10月に iPad Pro と iPad 第10世代が出ていこう、新しい iPad って今のところ出てない状態なんですね。で、その間の iPad の主な進化で言うと iPad 版のファイナルカットとか、あとはロジックプロが出たりだとか、まあ、少し前にはなりますけれどもダビンチリゾルブも出ましたよね。そんな感じでアプリ側の進化があったのかなと思いきや、思いのほかしっかり使えるようなアプリではなかったですよね。ファイナルカットとロジックはしっかり使ってないのでネットの情報にはなるんですけれども、ダビンチリゾルブも満を持して出てきた割にはなかなか進化してくれないなというのが個人的な感想だったんですけど、まあ、もしかしたらステージマネージャーも進化してない機能の一つなのかもしれませんね。で、なんでこんなに iPad が出ないんだろうとか、満を持して登場したアプリたちがどんどん進化していかないんだろうというふうに考えてみたんですけど、これってもしかして Vision Pro への予行演習だったのかなと。 iPad が出ない2023年中に Vision Pro が発表されて、その1年ぐらい前からねステージマネージャーとかダビンチリゾルブだとかそういったアプリの開発が進んでいって、こういう動きっていうのはもちろん iPad をね良くするっていう意味でもあると思うんですけど、最終的には Vision Pro を狙った動きだったんじゃないかなと。つまり Apple は iPad を Vision Pro に置き換えていきたいんじゃないかと、そんな妄想がはかどったという話でございます。で、いろんな動画を見ていく中でそういう思想っていうのは操作方法にも出ているんじゃないかなと思っていて、視線入力であったりだとかタッチ入力であったりだとか、そういういわゆるパソコン作業にあんまり馴染みがない人も iPhone とかねスマホの操作で直感的に触っていけるような、そういう作りになっているように感じましたし、本体で操作自体は完結できるんだけれども、使いたい人はキーボードとかねマウスをペアリングすることもできるよっていう、そんなところも iPad に近いんじゃないかなと思いましたね。ゆくゆくは Vision OS 版の Good Notes が出たりして、 Vision Pro と Apple Pencil をペアリングさせて現実の机の上に投影した仮想ノートにね書き込むみたいな、そういうことができるようになるかもしれないですよね。はい、ということで私は現物を持っていないですし触ってもいないんですけれども、いろんな情報を見ていく中で Vision Pro が言う空間コンピューティングって現実空間をステージマネージャーすることなんじゃないかなと。皆さんはどう思いますでしょうか。というか Vision Pro 買いますか。よければコメントでお話ししましょう。ということで、実機も触っていなければ何の有識者でもない私の雑談だったんですけれども、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。まだまだ Vision Pro はね今年が初代なので、今すぐ iPad に置き換わることってないと思っていて、5年10年とかけてじわじわと置き換わっていくような感じになるんじゃないかなとは思っているんですけど、まあそれもね最近はいろんなものの進化が早いですから、意外とすぐにね置き換わってしまうかもしれないですね。ただ今回の Vision Pro ね、私は絶対買おうと思っていますけど、さすがにでかいですし、価格もね日本で
買うとなると60万円とかになってくるんですかね。なので初代を使う人っていうのはすごく少ないのかなと思っていますけど、最初に置き換わられるのは iPad なんじゃないかなと思いますね。ただね、 Apple のやり方的にはですね、いろんなデバイスを一気に売っていきたいっていう方向性かなと思っていて、なのでスマホの未来とか PC の未来とかっていうところに行くかって言われるとちょっと怪しいところがあって、とりあえず Apple の中で一つのデバイスと置き換えるみたいな感じになるのかなと。そうなってくると一番怪しいのは iPad かなと。 iPad めちゃめちゃ好きな Apple 製品なので、嬉しいやら悲しいやらというところではあるんですが、とはいえとてもね、夢のあるアイテムが出てきたなという感じですね。ちなみに私は頑張ってお金を用意して日本発売と同時に買いたいなと思っておりますので、 US 版をね購入した方からはかなり遅れたレビューとはなるんですけれども、そちらの方もねぜひ見ていただければかなと思います。はい、というわけで以上となります。このチャンネルでは他にも Apple 製品のお話をよくしておりますので、よければ他の動画も見てみてください。それと今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるんさまるおかでした。バイバイ。